続いてはトレンドリンクトレリンのコーナーです今日は健康維持のために役立ち免疫力をアップさせると言われているある菌を含んだ農作物を紹介しますそのある菌とは斎藤市にある農家直営のアンテナショップにやってきました N ヌアミファームというお店なんですがなんかあのカフェを思わせるような素敵な佇まいですよね スタジオの皆さん、はあ、ここで乳酸菌と聞いて、どんな食品を思い浮かべますか。羽鳥、はあ、さん。乳酸菌って言ったんですね。あれしかいいや。ヨーグルトじゃないですか。うん、私もヨーグルトですよく。うん、実は、このピーマンに乳酸菌が含まれているんです。えー、どういうことなのか、早速お邪魔しましょう。どういうことですか。ありますよね。 ーピーマンやお米を作っている長友さんは3年前から乳酸菌を使った栽培に取り組んでいます。<laughs> <ー>このピーマンは見るからに元気が良くておっきいですね、うん。ありがとうございます。そうなんです。ちょっと食べてみてください。食べていいんですか。どうぞ。じゃあ。いただきます。いやもうなんかすっごくムチムチした感じですね。<生で> <laughs> いい音 <laughs> 甘いーピーマンの青臭さとかがないですね<ー>で歯ごたえがすごくシャキシャキしてていかにも噛んだらエネルギーっていうのが飛び散る感じがしますね <laughs> <ー>このピーマンから乳酸菌が摂取できるんですか そうなんです。す乳酸菌の中でも良質な NS 乳酸菌を使用して栽培しています。使用して栽人体肥に乳酸菌を混ぜ込んでいます。手をかけすぎず、それでも全玉菌の力ですくすく成長して栄養価の高いピーマンに育ってくれます。<ー>これまで県内ではイベントなどの出店でしか販売していませんでしたが、今年3月にこのアンテナショップをオープンし、 たくさんのお客様にお越しいただいておりますこのビニール袋に詰め放題これで300円ですそしてこちらも乳酸菌を使って栽培されたお米です種の段階で乳酸菌が入った水に浸しますその後は乳酸菌を使って土作りもやってます粘り甘み 香りのバランスがいい元気なお米になります冷めても味が落ちにくくリピーターが多い自慢のお米ですこのお米を使った加工品も人気なんだそうですここからは普段お店を管理されている奥様に伺いますお店には普段奥様がいらっしゃいますよこの米粉パンが人気なんだそうですねそうなんですよ こだわりの素材でお菓子を作るサイ市のタルト屋エイムさんが、うちの米粉を使ったパンを焼いてくださっています。1日限定4本なのですぐに売り切れてしまいます。本当に美味しいと評判なんです。限定ですね。気になる。ふん、芳醇な香りとはこのことですね。いただきます。 なんかもちもちしてますねカヌレみたいって言われること<あ>レ、えーうん、甘みを抑えたカヌレっぽいですね、うん、おいしいさらに米粉を使ったグラノーラも人気の商品です作っているのは日高ささゆりさんインドの伝統医療アーユルベーダをもとに体調を整えるシリアル食品グラノーラを配合します 人間の体は風、火、水、3つのバランスによって形成されています、うん、グラノーラはこの3つのバランスを整えるものとなっていますお店にあるアンケートをもとに自分に合うタイプのものを選びます、えー、今の私にはピッタがおすすめでした、えー、全種類試食しましたが不思議と自分に合ったグラノーラが一番美味しく感じました アイルベーダでは素材のエネルギーがとっても大切だと考えます乳酸菌で栽培する農家直営のアンテナショップ覗いてみてはいかがですか体に優しくて気になる商品が集まっています